おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。今回は80年代から90年代にかけて大人気だったコナミの名作ツインビーシリーズ15作品を発売した順番に紹介したいと思います。シリーズ初期は色鮮やかなグラフィックやノリのいいサウンドで人気でしたが、90年代に入ると登場するキャラクターも人気となり、ちょっとしたブームになってましたね。またツインビーといえば縦スクロールシューティングのイメージが強いですが、シリーズ後期にはいろんなジャンルでゲーム化しているので、そこも注目してもらえたら嬉しいです。それでは行きましょう、スタート。 From Konami。 ツインビーアーケード版。ツインビーシリーズの記念すべき第1弾となる作品で、シナモン博士が開発した戦闘機のツインビーとウィンビーを操作して、スパイス大王の率いる軍隊に戦いを挑むという内容の縦スクロールシューティングです。ステージ数は全5面構成のループ制ですが、2周目は敵の配置や種類が変化するので、実質10ステージ構成となっています。攻撃方法がゼビウスのように対空ショットと対地ショットに分かれているのも特徴となっていますね。2人同時プレイが可能で、ツインビーとウィンビーが合体して攻撃することによって強力なショットが打てるというアイデアも当時斬新でした。しかも横に合体した時と縦に合体した時で攻撃が変化するんですよ。ステージ中に出現したベルを一定回数打つと色が変化し、その色に応じてパワーアップしますが、敵を攻撃するつもりがベルを打ってしまい、せっかくのバリアが取れなかったのは当時のあるあるですね。グラディウスと並ぶコナミの看板シューティングで、コミカルで明るいノリが特徴でした。アーケードに登場したのがグラディウスと同じ年で、実はバブルシステム基盤を採用した最初の作品となっています。当時はファミコン版でしか遊んだことがなく、アーケード版で遊んだのはかなり後になってからでしたが、現在は PSP 版やアーケードアーカイブスなどいろいろなハードに移植されているのが本当にありがたいですね。 From Konami。 ツインビーファミコン版。アーケードで大人気だったツインビーをファミコンに移植した作品で、ストーリーもアーケード版と同じくスパイス大王の率いる軍隊にツインビーとウィンビーが戦いを挑むという内容になっています。ステージ数は全5面構成のループ制を採用しており、2周目になると敵の種類や数が増加して難易度が上がりますが、アーケード版と比べると敵の種類や配置はそこまで大きな変化はないように感じました。アーケード版と同じくゼビウスのように対空ショットと対地ショットの打ち分けが可能ですが、敵の弾を食らった時の手のダメージが片手ずつ消えるから両手が一気に消えるに変更されたんですよ。他にもアーケード版から変更された点は、対空ショットが3方向になる地上アイテムがキャンディーになったり、アーケード版にあった画面上を飛び回って敵を攻撃するミラクルボールがなくなりました。ファミコン版でも2人同時プレイが可能で、合体攻撃も横に合体と縦に合体でそれぞれ違う攻撃が可能となっています。当時は2人同時プレイができるシューティングが少なかったので、よく友達と遊びました。ちなみにツインビーというとライトやパステルなどの人気キャラクターがいることでも有名ですが、実はこの初代ツインビーの時代設定はそれよりも前となっています。意外と壮大なスケールの物語のようですね。 From Konami。 ツインビー MSX 版。アーケードの大人気作品ツインビーを MSX に移植した作品ですが、内容はファミコン版をベースにしているので、厳密にはファミコン版のツインビーを移植した作品といった方がしっくりくるかもしれませんね。
ステージ数もアーケード版やファミコン版と同じ全5面構成で、最終ステージにいてるスパイス大王を倒すのが目的となっています。 MSX のハードの性能を考えると、全体的な移植度は非常に高いと感じました。本家のアーケード版はもちろん、ファミコン版と比べてもスクロールがカクカクしてると思いましたが、同じ MSX で発売されたグラディウスやパロディウスと比べると、正直かなりプレイしやすかったです。ちなみにこの MSX 版ではファミコンでカットされた鬼の金棒が2周目に雑魚キャラとして登場したり、分身とバリアの併用が可能となる裏技が実装されているなど、細かいところで違いがあるんですよ。さらに本体の1スロットにグラディウス、2スロットにツインビーを挿してプレイすると、時期がツインビーでグラディウスが遊べるようになる裏技があり、これがパロデュースの元になったみたいですね。今回は初代プレステで発売したコナミアンティークス MSX コレクション2版をプレイしてますが、実機で遊ぶハードルが高いので、興味がある人は PS3 のストアが終了する前に購入してはいかがでしょうか。 From Konami。 燃えろツインビー、シナモン博士を救え。ディスクシステムで発売したツインビーの続編で、ガトランティスにさらわれたシナモン博士を助けるためにツインビーたちが戦うというストーリーで、初代ツインビーの約100年後が舞台となっています。ステージ数は全7面構成で、今回は横スクロールのステージと縦スクロールのステージが存在してるんですよ。ツインビーといえば縦スクロールのイメージが強いので、雑誌で初めて知った時は驚きました。さらに今作ではこれまでの2人同時プレイからジョイスティックを接続することによって3人同時プレイが可能になりました。3人が同時に遊べるシューティングは当時はもちろん現在でも珍しいですよね。難易度に関しては慣れるとノーミスクリアも割と簡単なので、気軽に遊べるゲームだと思います。ただ逆に3人プレイだと足の引っ張り合いになるので難しくなりますが、それがすごく楽しいんですよ。ファミコン版のツインビーからグラフィックやサウンドが強化されており、特にサウンドは今聞いても素晴らしいと思います。残念なのは横スクロールのステージはパロデュースのようにベルは横に移動してほしかったかな。ちなみに後にロムカートリッジ版も発売しましたが、実はそのロム版がコナミのファミコン最後のソフトなんですよ。内容はディスク版と同じですが、難易度設定や魂復活システムなど少し違いがあります。 From Konami。 ツインビー3ポコポコ大魔王。ファミコンで発売したツインビーシリーズ第3弾となる作品で、燃えろツインビーと同様にアーケードからの移植ではなく、ファミコンオリジナルタイトルとして今作はロムカートリッジで発売されました。ポコポコ大魔王にさらわれてしまったグインビーを助けるためにツインビーとウィンビーが戦うというストーリーで、今作は燃えろツインビーのような3人同時プレイではなく2人同時プレイになったんですよ。ステージ数は初代と同じ全5面構成ですが、設定でステージセレクトが使用可能となっていて、ステージ1から4までの順番を自由に変えられるようになっています。ただステージ5のみ固定となってますね。ゲームシステムは初代ツインビーと同じ縦スクロールのみとなっており、攻撃方法も対空ショットと対地ショットを使い分けて攻略していくので、燃えろツインビーよりも初代に近い正当な続編という感じになっています。ファミコン版の全2作からさらにグラフィックやコミカルな演出がパワーアップしてますが、それ以上にクオリティが上がっているのがサウンドで、このあたりはさすがはコナミといった感じがしますね。
個人的にはファミコンで発売した縦スクロールシューティングの中でもトップクラスに面白いと思います。唯一残念なのはちらつきなどの処理落ちが目立つことですかね。それ以外はとても楽しめる作品でした。 From Konami。 ツインビーダーゲームボーイ版。ゲームボーイ専用ソフトとして発売したシリーズ4作目の作品で、シナモン博士のライバルであるドクターニッキを倒すため、ツインビーとウィンビーがプカプカ島を目指すというストーリーの縦スクロールシューティングです。ステージ数は全6面構成となってますが、ステージ1から4まではステージセレクトが可能となっており、その後ステージ5、ステージ6を順番にクリアしていくというツインビー3に近いシステムとなっています。基本的なシステムはこれまでと変わらず、ステージ中に出現するベルを打つと色が変わり、その色に応じてパワーアップします。ただ難点はゲームボーイはモノクロ画面なので若干色が分かりづらいんですよ。シリーズ恒例の2人同時プレイも可能となってますが、その際は通信ケーブルと2台のゲームボーイ、さらにソフトも2本必要となるので、当時このソフトを持ってた人も1人で遊ぶことが多かったかもしれませんね。難易度は全体的に低めに設定されているので、シューティングが苦手な人でも遊びやすいと感じました。今作ではアーケード版で使用可能だったミラクルボールが登場しており、非常に爽快感のあるゲームとなっています。私自身当時はゲームボーイを持っていなかったので、大人になってからプレイした時にゲームボーイでこのクオリティはすごいと思いました。特にテレビ出力だと遊びやすくて楽しかったです。 From Konami。 出たなツインビーアーケード版。アーケードのツインビーとしては2作目、ツインビーシリーズとしても5作目となる作品で、イーバー星人による侵略から惑星メルを助けるためツインビーとウィンビーが戦うというストーリーとなっています。ステージ数は全7面構成で、それまではどちらかというとコミカル路線の作風でしたが、今作からファンタジー性が強くなり、さらにキャラクターの個性が増したことによって新たなファンを獲得したんですよ。その中でもツインビーのパイロットライトとウィンビーのパイロットパステルは後のツインビーシリーズを代表するキャラクターになりました。と言ってもこの時点ではまだ名前は決まってなかったんですが、基本的なゲームシステムは過去のツインビーと同じで、ベルによるパワーアップをする縦スクロールシューティングですが、本作はため打ちによる攻撃やステージとステージの間にアイキャッチが入るようになりました。初代ツインビーの発売から6年も経過していることもあって、色鮮やかで美しいグラフィックやノリのいいサウンドなど全てが大幅にパワーアップしており、今遊んでもそのクオリティの高さに驚かされます。ツインビーシリーズが一番人気があったのが、いわゆる第2世代パイロットライトとパステルを中心としたこの時期だと思うんですが、その第1作目ということで思い入れがある人も多いかもしれませんね。 From Konami。 出たなツインビー PC エンジン版。アーケードから移植されたコナミの PC エンジン第4弾の作品で、ストーリーもアーケード版と同じくイーバー星人による侵略から惑星メルを助けるためツインビーとウィンビーが戦うという内容です。ステージ数はアーケード版の全7面構成からステージ6がカットされて全6面構成となりました。これにより人気の高いステージ6の BGM もカットされてしまったのが当時批判が多かったみたいです。他にも PC エンジン版は容量の都合もあってボイスでの演出の削除や、ス
ステージ3をクリアした後のアイキャッチが変更されるなど、 PC エンジンなら完全移植をしてくれるはずと期待したファンはがっかりしたようですね。ただグラフィックの再現度やゲームそのものの面白さはしっかり移植されており、 PC エンジン版でもマルチタップを使用すれば2人同時プレイが可能なので、個人的には十分満足できる内容でした。また難易度に関しても若干アーケード版よりも下がって遊びやすくなったように感じました。といってもステージ3くらいからはどちらも難しくなるので、結局はコンティニューを何度もすることになるんですが、現在ではアーケード版の方が移植が充実しており、 PC エンジン版で遊ぶ機会がなかなかないですが、実機でのプレイが難しいという方はプレステ3のストアで販売しているので、お早めに購入することをおすすめします。 From Konami。 ポップンツインビー。スーパーファミコンオリジナル作品として発売したツインビーシリーズ6作目のゲームで、どんぶり島に住む少女マドカの祖父マードック博士の暴走を止めるのが目的の縦スクロールシューティングです。ステージ数は全7面構成で、今作でももちろん2人同時プレイが可能となっています。ただ同時プレイは楽しいんですが、コンティニューの回数が共有なので、片方が下手だとすぐにゲームオーバーになるんですよ。シリーズ恒例のベルによるパワーアップの他に、今作ではパンチやチビ分身が追加されました。チビ分身は使用中無敵になる緊急ボムのような武器で、うまく使いこなすとゲームの攻略がとても楽になります。これまでのツインビーにはなかった要素として、残機制からライフ制に変更され、ゲーム開始時に分身の挙動を3つのタイプから選択することができるようになりました。こういった新しい試みがあるのもいいですね。グラフィックや BGM が素晴らしく、ライフ制になったことで遊びやすい難易度になっているので、個人的にも大好きなゲームです。ただ唯一残念な点はエンディングが少しあっさりしていることかなと思いました。ちなみにツインビーシリーズのメインキャラの一人マドカが登場した最初の作品で、このゲームが発売して約半年後に人気ラジオドラマツインビーパラダイスが始まったんですよ。合言葉は B を思い出しますね。 From Konami。 ツインビーレインボーベルアドベンチャー。スーパーファミコンオリジナルタイトルとして発売したソフトで、悪の科学者ワルモンに奪われた伝説の7つのレインボーベルを取り戻し、メローラ姫を助けるためにツインビーたちが冒険に出るというストーリーです。特徴は何といってもシリーズ初の横スクロールアクションゲームになったことで、ためジャンプを使用すると一定時間ブースターを使って直線的に高速移動し、飛行や体当たりをすることが可能なんですよ。ステージ数は7エリア33面構成となっていて、各ステージに設置されたゴールに到達すればステージクリアとなり、そして各エリアの最後に出るボスを倒せば次のエリアに進むことができます。シリーズおなじみの色鮮やかな美しいグラフィックはアクションゲームになってもしっかり再現されており、背景を見るだけでも楽しくなります。もちろん BGM も相変わらず質の高い曲が揃ってますね。ただ操作性はかなり癖があるので、慣れるのに多少時間が必要かもしれません。あとマップが広くて迷子になりやすいので、簡単なマップを実装するかゴールまでの方向があると良かったような気はしました。シューティングの新作を待ち望んでた人には物足りないかもしれませんが、ゲーム自体はよくできてると思います。中古価格も現時点では比較的安く売ってることが多いので、気になる方はぜひやってみてください。 From Konami。
ツインビー対戦パズル玉。コナミの人気落ち物パズルゲーム対戦パズル玉のキャラクターをツインビーに差し替えて移植したゲームで、玉がベルに変わり、キャラクターがツインビーに変わった以外特に大きな違いはないようです。マドカの方が強いに決まってるんだから。ゲームモードはストーリーモードと対戦モードの2種類で、ストーリーモードは300年に一度人々の願いを叶えるためにやってくるスーパーベルを求めてツインビーのキャラたちがパズル玉で戦うという内容です。ちなみにパズル玉とは2個1組で落ちてくる玉を並び替え、同じ色の玉を縦横鍵型に3つ以上並べて消していく落ち物パズルゲームで、ぷよぷよと比べて連鎖がしやすくなっているのが特徴となってますね。ストーリーモードでは対戦前に相手キャラとの会話シーンが挿入されたり、 BGM も過去のツインビーシリーズで使用された曲がアレンジされて収録されているなど、ツインビー好きにはたまらないソフトなんですよ。強いて難点を言うなら、ロード時間が少し長いことと一部の敵キャラがやたら強いことですかね。敵が強いと何度もコンティニューをすることになるので、その都度ロード時間の長さを感じるのが残念だと思いました。ちなみにこのソフト、オプションモードからオリジナルのアーケード版対戦パズル玉を選択してプレイすることもできるんですよ。オリジナル版は移植がほとんどされてないので、これだけでもすごくありがたいです。 From Konami。 ツインビーヤッホー不思議の国で大暴れ。出たなツインビーから4年ぶりとなる新作で、アーケード版としては3作目、シリーズとしては9作目となる作品なんですが、実はこのゲームツインビーシリーズ10周年記念というメモリアル作品なんですよ。全世界不思議の国化計画を企むナンセンス大公と、ワンダー将軍からメロディー女王を助け出し、さらに幸せのハーブを狙うワルモン博士を倒すため、ツインビーたちが戦うというストーリーの縦スクロールシューティングです。グラフィックや BGM が相変わらず素晴らしく、さらに今作ではステージ中にキャラ同士が会話したり、宙返りのような演出が挿入されたりするので、ファンには特に楽しめる内容となっています。ステージ数は全6面構成で、シリーズ恒例のベルパワーアップはもちろん、今作では地上の敵をボムで破壊すると出現するアイテムでパワーアップすることもできます。さらにため攻撃も4種類用意されてますね。難易度はかなり高めで、しかも自動難易度設定機能が搭載されているので、パワーアップしたりミスをせずに進むとどんどん難易度が上がっていくんですよ。ただ何度もやられると難易度が下がるようになっています。グラフィック、サウンドともに素晴らしい完成度なんですが、残念なのがツインビーのシューティングの新作はこの作品以降発売されてないんですよ。そろそろツインビーシリーズを復活させてほしいです。 From Konami。 ツインビーロールプレイングゲーム。初代プレステで発売したツインビーシリーズ初の RPG で、メローラ姫によって現実世界から呼び寄せられた主人公がツインビーと共にライトたちやドンブリトを助けるために冒険をするというストーリーです。当時人気だったツインビーパラダイスの世界観をベースにしているため、シリーズの設定とは少し違っており、ツインビーパラダイスは好きだけどもシューティングは苦手なファンのためのゲームというコンセプトのようです。フィールドやキャラクター、戦闘シーンはすべてポリゴンで描かれており、フィールドでは自由に視点を変更可能となっています。また戦闘はシューティングではなく、オーソドックスなコマンドバトルになってますね。アドベンチャーゲームの要素も実装されていて、会話で好感度を上げながら冒険する RPG となっているので、
最終的に最も好感度の高い人物とのエンディングを迎えるというときメモのような要素もあるんですよ。クリアまで割と短く、早い人だと十数時間でエンディングまでいけるみたいです。手軽に楽しめる点は嬉しいですが、がっつり楽しみたい人には少しボリューム不足で物足りないと感じるみたいですね。シューティングのツインビーが好きな人にはがっかりした作品かもしれませんが、ツインビーパラダイスなどキャラクターを中心にファンだった人には概ね好評だったようです。当時ラジオを聞いてた人におすすめかな。 From Konami。 ツインビーだ PSP 版。ツインビーシリーズ第4弾としてゲームボーイで発売されたツインビーダーを PSP のツインビーポータブルにリメイク移植した作品ですが、その完成度は完全新作と言ってもいい内容になってるんですよ。シナモン博士のライバルであるドクターニッキを倒すため、ツインビーたちがプカプカ島を目指すというストーリーで、世代でいうとライトやパステルより前の第一世代、初代ツインビーと同じ世代という設定ですね。ステージ数は全5面構成で、ゲームボーイ版から1つ減ってますが、実はリメイク版はゲームボーイ版のステージ4とステージ5が連結されてるんですよ。そこはオリジナルのファンには違和感があるかもしれません。ちなみにステージ構成以外のゲームボーイ版との違いですが、一番大きいのがゲームボーイ版は通信ケーブルを利用して2人同時プレイが可能でしたが、 PSP 版は残念ながら1人プレイのみとなりました。難易度は全体的に低めで、クリアまで短いので手頃に遊びやすい作品となっています。グラフィックや BGM もオリジナルのイメージを崩さないようにしてくれてるので、個人的にはすごくいいリメイクだと思います。残念なのは単品での販売がされておらず、プレイするには PSP のツインビーポータブルを購入しないといけないんですよ。しかもその PSP 版が値上がりしてるので、できれば今のハードに移植してほしいですね。 From Konami。 3D クラシックスツインビー。3DS のダウンロード専用ソフトとして発売した作品で、内容はファミコン版をベースに立体視対応させたリメイク版となっています。ただ今回は立体視の画面ではなく通常画面での紹介になりますが、基本的なゲーム内容はほとんどファミコン版と同じですが、立体視にすると空と地上の間に奥行きの表現が追加されました。ただ私の場合は立体視にすると目が疲れるので、結局は普通にプレイしてましたね。強いてファミコン版と違う点を言うと、 3DS 版は連射機能が大幅に上がってるので、キャンディーを取ってショットが3方向になった時は恐ろしく強くなるんですよ。正直一周クリアがかなり楽でした。残念なのはツインビーの名物である2人同時プレイができなくなったのと、 3DS のショップが終了してしまったので、これから購入することができないことですね。できればカートリッジ版を発売してほしいです。ちなみに同じようにファミコン版を移植したゲームボーイアドバンスのファミコンミニシリーズというのもありますが、あちらはファミコン版から大きく変わったところがなかったので、今回は紹介してません。ということで今回の動画、ここまで見てくださりありがとうございました。グラディウスシリーズやパロディウスシリーズ同様、このツインビーシリーズもぜひ復活してほしいですね。ではでは、バイバーイ。